と文化省が2年連続の手術へ、左足親指と半月板を修復。復帰時期は未定、米報道。同記者によるとカーショーは骨極以上のダメージがある状態だという。復帰時期は未定。今季は左肩の手術の影響で7月末に初登板を果たした。7試合で2勝2敗、防御率 4.50。来季は選手オプションだが現役続行を表明している。カーショーにはしっかり直してから復帰してほしい。試合出てないけどベンチにいるだけで心強いよね。人体断裂とか骨極痛いからカバーしようとしてなってるやつやん。膝は仕方ないとしてもゴテゴテでやるからそうなるねんな。なんでもっと早い時期に手術しなかったのかね。いくらレジェンドでもこれじゃ来年復帰も難しい。人体の手術なら、アスリートなら4、5ヶ月くらい年齢的に見ても半年あれば復帰できる。実績は申し分なし、ただ今回はただの宴会部長でしたね。もう上で15年近く一戦で投げてきたんだから、そりゃあちこち痛んでくるしね。もうローテーションをしっかり守るのは無理だな。谷間にちょこちょこ投げて引退かな。手術するなら今年後半投げなかったんだから早くやればよかったのに、9月の終わり頃に手術してれば来年夏頃には投げられたかも。もっと早く手術してればシーズンというか優勝か否かまで見守りたかったのか。左足の骨極と低速靭帯断裂修復と半月板修復って復帰までどんだけかかるねん。シーズンオフの期間だけでは終わらんよね。来季以降も苦しい時期は必ずあるし、個人的にはそんな時期にカーショーがベテランの味を発揮してチームを鼓舞したりしてほしい。